ご通行中の皆さん、こんばんは。お仕事帰りの皆さん、大変お疲れ様です。学校帰りの皆さん、お疲れ様です。皆さん、今日は今漂白剤廃止の署名を行っているんですね。これ締め切りが8月31日までなので、今、街頭で署名集めをしています。漂白剤っていう、皆さんちょっと7月6月ぐらいに出てきた、法律なんですけれども、耳にしたことあるでしょうか。どうですか、漂白剤。政府はテロ等準備罪って呼んでいるんですけれども、テロリスト、をその防止する、テロを予防する、そのための法律だというように見せかけておいて、実は中身はすっからかん、テロに対するテロ対策なんて、これはまさに口実で、テロという口実で、市民を怯えさせて、その不安を煽った不安を利用して、この悪法を通したんですね。私たちはこれ漂白剤と呼んでるんです。どういうことが罪になるのかというと、例えばみんなで話し合って、例えば会社で、給料が少ないからみんなで給料を上げてよって言おうよとか、これがやっぱり、これ共謀っていうんですよ。これは話し合うことがやっぱ共謀、こういったことが反社会的行為なんじゃないかと言われて、これは反社会的行為ということはやっぱテロリストだということで、これでテロリスト予備軍かもしれない、それで逮捕されてしまう、法律なんですね。この逮捕をされるかもしれないという、そういう逮捕されてしまうかもしれないという罪なんですけれども、その等っていうのはつくんで、テロ等準備罪、このテロ等などっていう文字ですね。このなどっていうのがものすごくたくさんあるんです。テロというものがなくて、ほとんどこの等に集約されてるんですね。漂白剤っていう一つの法律ができるんじゃなくて、300近い私たちを逮捕できる法律ができる、これが漂白剤の一番危ないところなんですね。で、盗聴法と私たち呼んでるんですけれども、通信傍受法というものがもうすでにできてしまっていて、皆さんのスマホとか、皆さんのパソコン、携帯、そういったものがもう見放題、覗き見し放題、そういう法律ができた上での漂白剤ですので、例えば皆さん LINE をやってますよね。 LINE のグループ LINE とかで、こう自分たちの生きる社会を良くしよう、自分たちの働く会社の環境を良くしようよ、だから労働組合に入ろうよとか、そういったことを話し合う、社長に、金儲け主義の社長はやっぱりひどいよね、みんなで抗議しに行こうよ、そういったことをグループ LINE で誰かが発信したとする。自分は全くそうだねと思っていなくても、それを読んだだけで同意とみなされて、逮捕するという、ことになってしまう、そういった恐ろしい法律がこの漂白剤、これもう通ってしまって、しかもすぐに施行された、異例の速さで施行されたんですね。これをすぐに廃止しなければならないということで、漂白剤の廃止の統一署名を行っています。締め切りが8月31日ですので、あの漂白剤通ってしまってから、とんでもない法律、安倍政権は強硬的に成立したんだって、あの後から分かった方もまだ間に合いますので、ぜひこの統一署名行ってください。よろしくお願いします。さて、安倍政権が今憲法9条を変えようとしています。皆さん、憲法9条ご存知でしょうか。憲法9条というのは、戦争しちゃいけない、そういった日本には憲法があるんですね。皆さんそれはもうご存知ですよね。日本が戦争しちゃいけない国だということはご存知ですよね。けれども今北朝鮮からミサイルが飛んでくるかもしれないということで、各地で防災訓練が行われています。頭を抱えて地面に伏せる、そういった訓練が行われていますけど、皆さんどうです？ミサイルが頭上に飛んできて頭を抱えて伏せる、これで自分の身守れますかね。どうでしょう。皆さん戦争の、展示とかテレビでそういった悲惨な映像を見たことありますか。そういった中であれを見ていて、上から爆弾がバンバン降っていく中で頭を抱えてもそれは助かりませんよね。そう思いますよね。ああいう風にして防災訓練、
のミサイルが飛んできたらこんな警報音が鳴りますよ、こんな、風にすれば、ミサイルから身を守ることができますよ、そういったことを、テレビでバンバン流すと皆さんもちろん不安になりますよね。こんなことしなきゃいけないのって思いますよね。だけど頭を抱えたからといって皆さん命守れませんよ。ミサイルが落ちてきたらもう終了です。だけれどもこのミサイルをじゃあどうやって防ぐか、落とさないようにするか、そのためには私たちはやっぱり挑発するということを絶対しちゃいけないと思うんです。今日本がやっているということは明らかに挑発行為ですよね。北朝鮮に、話し合いで解決をするのではなくて、自分たちの軍備を、もっともっとこう増強したり、そしたりこの憲法9条戦争しちゃいけないというこの大切な憲法を変えようとしたり、北朝鮮に対して、そういった挑発行為をずっと繰り返してきている。これやったらそれはもう向こうは怒りますよ。わざと怒らせるようなことをしているんですよ。ほらほらやってみろ、飛ばせるもんなら飛ばしてみろみたいな、そんなことを言っているような状態なんですね。私たちはそういったことはせずに本当に話し合いで解決をしなきゃいけない。ミサイル飛ばさないためには各国の、そういった、首相や大統領とかそういった、上の人たちが集まって、いやいや飛ばされたら困るからうちには憲法9条って言って戦争しちゃいけない憲法があるから、飛ばさないでおくれと、そういう話し合いをすれば絶対に解決することなんですよ。それを今ですね、アメリカと韓国が合同の軍事演習を行っているんです。どうですか皆さん、自分の近くで自分の敵が、こんだけ俺たちは武力を持っているんだぞ、こんだけ力が強い軍隊を持っているんだぞと力を引きびらかすようなことをしたら、それは余計に挑発行為につながるんじゃないでしょうか。日本が、日本は唯一核を落とされた被爆国でもあるんですね。だからミサイルを飛ばされたら困るんだと、私たちは一回そういうふうにして痛い目を遭ってるから、だから戦争しちゃいけないという、そういった憲法があるんだよ、そういった国の決まりがあるんだよと、そういったことを前面に出せばいいのに、今の日本はどうでしょうか。皆さん広島長崎原爆を落とされたの知っていますよね。福島でも原発の事故があって今でも地元に帰れない人たちがいる。そういった中で一番核の恐ろしさを知っているのは多分日本の私たちなんじゃないでしょうか。けれども核禁止条約というのが国連で出てきたにもかかわらず、核保有国が反対する中、核を持っていないむしろ被害に遭ってきた日本がこの核禁止条約に完全に背を向けて、この原爆の被害がなかったかのように、原発の被害がなかったかのように完全に背を向けて、参加しなかった、ボイコットしたんです。皆さんどう思いますか、どう思いますか。ひどいですよね。核を持ちませんと言わないで核を持っている国と一緒になって核を持ちませんよというお約束ごとにボイコットを行う、これはやっぱり明らかに北朝鮮の挑発行為じゃないですか。皆さんどう思いますか。そういうふうにしてミサイルが本当に怖い怖いと思うんであれば、ちゃんと話し合いをする、話し合い対話で解決をする。日本には憲法9条があるんだから平和解決ができる糸口があるわけです。憲法9条を前面に押し出すことが私たちにとって一番のテロ対策になるんじゃないでしょうか。皆さんどう思いますか。頭を抱えてミサイルから身を守る、これは本当に非現実的なことです。一番現実的な方法というのは、私たちが今持っている平和憲法を守って生かす、世界に広める、これが一番の現実的な解決策だと思うんですね。さあ皆さん、私が戦争戦争と言いましたけれども、皆さんの今の生活と、戦争ってパッと結びつかないですよね。確かに北朝鮮からミサイルが飛んでくるかもしれないという不安はあるかもしれないけれども、昔みたいにモンペを着て頭に防災頭巾をかぶってそういった戦争になるとは皆さん思いませんよね。昔みたいなそういった戦争にならないかもしれないけれども、今日本は確実に戦争ができる国にはなろうとしているんです。これはもう2年3年前とかそんなレベルではなくて、もう十何年もかけて少しずつ少しずつ日本が戦争ができる国になろうと
進んでいったんですね。今から戦争の作り方という紙芝居を行いたいと思います。横で手話通訳をつけますけれども、この戦争の作り方という絵本、これは子どもたちが子ども向けに作った絵本なんですね。13年前ぐらいに作られた本なんです、絵本なんですが、まさに今日本はこれほとんどやってるんじゃないでしょうか。戦争ができる国になるにはこういったステップを踏んでいけば確実に戦争ができる国になるんだよということをとても分かりやすく書いた絵本なんです。これを大きく引き伸ばして行いたいと思います。大人でもとても分かりやすいです。あとすごく短いので、見ていってください。横で手話通訳をつけていきたいと思います。新宿西口横通行中の皆様、お盆休みが終わって私も仕事が始まりました。そしたら蒸し暑くて参っちゃいますね。でも、諦めずに私は勇気を出してこうやって街になって出てきてるか、仕事終わってるから、皆さんにもその思いぜひ伝えたいですし感じていただきたいと思っています。今から新戦争の作り方という紙芝居、これは元は絵本で子ども向けでとっても優しい口調で書かれているものですので、ぜひ難しいと思わずに皆さんちょっと立ち止まってください。どうやったら戦争ができる国になるか、安保法、集団的自衛権、これが日本が行使できるようになって次の日からすぐ戦争は起こらないよねなんていう人はいます。そうです、そういうふうに次の日にすぐ戦争は始まりません。戦争というのはじわ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 と始められる準備を整えて、そこから何かの表紙で始まるんじゃないかなと私は思っています。ぜひこの、紙芝居見ていってください。そのことがリアルに伝わってくると思います。新戦争の作り方、あなたは戦争がどういうものか知っていますか。おじいさんやおばあさんから昔のことを聞いたことがあるかもしれません。学校の先生が戦争の話をしてくれたかもしれません。話に聞いたことはなくてもテレビで戦争している国を見たことならあるでしょう。私たちの国は70年近く前に戦争しないと決めました。だからあなたは戦争のために直接には何かをしたことがありません。でも国の仕組みや決まりを少しずつ変えていけば、戦争しないと決めた国も戦争できる国になります。その間には例えばこんなことが起こります。私たちの国を守るだけだった自衛隊が武器を持ってよその国に出かけるようになります。世界の平和を守るため、戦争で困っている人々を助けるためと言って、攻められそうだと思ったら先にこっちから攻めるとも言うようになります。戦争のことはほんの何人かの政府の人たちで決めていいという決まりを作ります。他の人には戦争することにしたよと言います。時間がなければ後で。政府が戦争するとか戦争するかもしれないと決めると、テレビやラジオや新聞は政府が発表した通りのことを言うようになります。